方がね、うん、1度低い、中禅寺湖より、うん、中禅寺湖今25度で、ここは24度だって。これニジマスですよね。ニジマスですね。すごい。これ立派だ。ちょっと。すごい。すごい。すごい。私もちょっと久しぶりにこの辺で。昼はこの間五島で買ってきた手延べうどんと、あとは栃木のちたけ汁、まあ栃木県民みんな好きみたいなね、これでおうどんにしたいと思います。あとはこれと一緒に買ってきた天ぷら、冷たくして食べたいので、本当は温めるんだけど、これ氷溶かして冷やしうどんでいきたいと思います。出来上がりを、これがちたけ汁ね、うん、栃木の人はね、茄子とちたけを炒めてうどんつゆにしたりするんだけど、これちょっと凍って凍ってるの、まだちょっとね、シャリシャリジュレじゃないんだけどね、凍っております。冷たくて美味しいかも。キンキンに。で、五島うどん。はい、じゃあ五島うどん、ちょっと直してきます。いただきます。あ、すっごい冷たそう、ツルツルだからね、涼しそうに食べてね、うん、うん、冷たい冷たい。
3グラムぐらいでいいですかね。そんな、はい、そんなところだと思います。ほら、これから本当にやろうかな。あれじゃあ、もう開けてるね。うん、椅子出せそうじゃん。そう、ね、うん、ちょっと平地になっててね、うん、よし、じゃあ、うん、ちょっとやってみましょう。最近色がいいらしい。何ですか？後藤以来の釣りだね。うん、じゃあ行きます。はい、ちょっと待つ。確かにさっき出た。そうでしょう。そうなのよ。切れそう。怖い。はまんないでね。いや、最初ギギギって出たんで、ええ、パッと思ったらその後全然動かないんで、うん、寝掛かりかなと思って、うんうん、でもやっぱり出るんで。あ、出てるんですか。出るんですよ。じゃあ来いか。来い？うん、撮ってるけど。あ、行った。切れた。行っちゃった。あ、じゃあ来いかもしれない。来い、来いもね、ルアーにくっつくって。